月曜日のタワワは,は漫画家の日村奇跡によってツイッター上に毎週月曜日にアップロードされるイラスト群である。2016年2021年にウェブアニメ化されている胸の大きな女性キャラクターを描いたイラスト群。1枚目がアップロードされたのは2015年2月23日であり、日村のツイッターアカウントにおいて月曜朝の社畜処刑にタワワを お届けしますと題されていた。月曜日の朝に会社に向かう憂鬱さが胸の豊かな女の子のイラストで軽減されたという反応があったことがきっかけとなり、毎週月曜日にアップロードされるようになった。2枚目からナンバリングが開始され、2016年における初めてのアップロード、その46において月曜日のタワワとタイトルが変更される。イラストをまとめたものが、 日村の導人サークル、日村乳入業の導人誌として、コミックマーケットなどで販布されている。2016年10月10日に、その86がアップロードされると、韓国のファンを発祥として、女性が胸の上にスマートフォンを乗せた写真を、ツイッター上で公開するタワーチャレンジが流行し始めた。間もなく、日本に逆輸入され、倉持ゆか、天木純。 鈴木咲などのグラビアアイドルも参加している。各話の内容は独立しており、連続性はないが、口述するウェブアニメでは、登場人物が別の話に、モブキャラクターとして登場することがある。2016年12月5日には、同年12月29日から2017年1月31日まで、開催されるコミックマーケット91献血応援イベントに、 本作も参加することが発表された。2020年11月9日には、同年11月16日発売の週刊ヤングマガジン51号から新たに再構成した作品として連載開始されることが報じられた。今後もツイッターでの更新は続けるという。一方、漫画版は原作と違い救済が少なからず発生している。2016年10月10日に、 サプライズで全12回予定のアニメ化が発表され、同時にその1が YouTube にて公開された。しかし、その約10時間後には YouTube のコミュニティガイドライン違反に当たるとして削除された。この事態について、日村は削除されたことも含めて大反響に感謝するとともに、再配信時には改めて告知する旨を明言する。一方、アニメ制作は、 チーム作業ゆえに、個人の一存で答えられることはない旨も、説明している。10月17日、ニコニコ動画に2話目がアップロードされ、今後ニコニコチャンネルにて配信されることが、日村のツイートによって発表された。2020年10月7日からは、全1二話未配信全2話が、ATX にて、テレビ初放送された。2021年9月20日より、第二期、 月曜日のタワワニがアベマにて配信開始。第1期同様に事前の配信告知はなかった。月曜日のタワワニに関するカテゴリー。ありがとうございます。